前作の時にですねあのコントローラーを僕ら作っちゃおうっていうのをやってましてでいろんな実験をしたんですよ。電気ショック流したりとかですねあの脈拍測ろうとかあとあの握った時の,その緊張度合いによって握る具合の,その強さを測ろうとかいろんな試みをして変形するコントローラーとか。 そういういのも全部あの小島があの考えてですね実際にコントローラーメーカーといろいろと試行錯誤した部分があったんですね。でただその時は本当にコントローラーを前提に考えてたんでそこにあのコントローラー使わなくてもいいんだよっていうその自分のボディーモーションであったりとかあとは音声認識であったりとか色彩認識とかそういったものであのゲームを ゲームとの,あのインタラクティビティを持つっていうそこら辺の,その根本を覆すような発想っていうのは本当にあの東大元暮らし的なとかあとはやりたかったけどもまだできないよねきっとっていうふうに考えてたものだったんでそこら辺はちょっと意表を突かれた部分もあったし制限された中で作るのではなくて本当にもうオープンスペースであの自分たちの作りたいものをあの 作れるという可能性ですねそういったものをすごい感じましたね